ご視聴ありがとうございます。トロピオ塚です。マジックをやっていて楽しい瞬間といえば、豪快に大きな呪文を唱えたり、お気に入りのカードを活躍させたりだと、いろいろあるとは思いますが、中には相手の嫌がることをして苦しむ姿を見て喜ぶ変態プレイヤーもいますね。今回はそんなあなたにぴったりの嫌がらせカード5選、やっていきたいと思います。今回はですね、アーティファクトを中心にご紹介していきます。まず最初に紹介するのは虚空の杯です。 X で指定したマナコストのカードを全て打ち消すというカードで、主にマナランプ系のデッキに採用されます。スタンダードではそこまでの影響はありませんでしたが、主戦場はレガシー。レガシーには優秀な除去やクリーチャードローカードと、あらゆる優秀な1マナカードが猛威を振るう環境なので、イニシエの墳墓や裏切り者の都などから X イコール1で置けば、あらゆるデッキが機能不全に陥ります。例えばデルバーデッキであれば、デッキに採用されているカードの24から30枚ぐらいが1マナで構成されています。実に半分のカードが唱えられなくなるとなれば、相当な影響力を持つことがわかるでしょう。ヴィンテージではモックスなどゼロマナアーティファクトが使われる環境なので、先行でモックスを先置きしながら、虚空の杯で相手だけモックスを使えなくするといった動きも見られました。現在ではヴィンテージで制限カードに指定されていますが、軽くて強力なカードが溢れる下の環境ほど強くなる珍しいカードです。続いては冬の宝珠。こちらはお互いに土地が1ターンに1枚しか置けないという制限をかけるアーティファクト。オーブルのアクションが多いデッキはこれ1枚で行動が大きく制限されてしまいます。自分は軽いカードを高速展開し、冬の宝珠で蓋をするという戦術でよく使われました。また相手にマナを要求するカードとも相性がいいです。例えば魔力昇沈を使えば、せっかく起こした土地をまた寝かせることができ、さらにマナ拘束を強いることができます。そしておまけのように付いている冬の宝珠がアンタップ状態である限りという文章を悪用し、相手のエンド時に氷の干渉機でこの冬の宝珠をタップすることで、自分だけは冬の宝珠の束縛から逃れるというプレイングもあり、見た目以上に拘束力が強く、多くのマナを必要とするランプ系デッキやコントロールデッキにとって忌み嫌われるカードでした。現在でも対コントロール用にサイドボードで使われています。続いては煙突。煙突はお互いにパーマネントが煙突に乗っているカウンターの分だけ毎ターン減っていくというアーティファクト。1つ2つと自分のパーマネントが消えていくので、早めに対処しないと自分の場に何も残らないという状態になってしまいます。当然使う側もパーマネントがなくなっていくため、世界のるつぼなので生贄にした土地をもう一度セットして自分だけは動ける状態にしたり、抵抗の補給などのカードで相手の展開を阻害することで自分への影響は最小限にし、相手の場を壊滅させることができます。じわじわと真綿で首を絞めるような効果は、早急に対処しなければ自分の場に何も残らない状態になってしまうため非常に強力。必要なくなったら煙突自身を生贄にすればいいので調整も簡単です。このカードをキーカードにしたスタックスというロックデッキがレガシーやヴィンテージで活躍しました。続いては絡みつく鉄線。お互い乗っている守護さんカウンターの数だけアーティファクト、クリーチャー、土地をタップしなければいけないというアーティファクト。こちらも平等にパーマネントがタップされるように見えますが、実際にはそうではなく、これをコントロールしているプレイヤーは絡みつく鉄線自身をタップできること、そして守護さんカウンターを取り除く誘発とタップさせる誘発のスタックの乗せ方を自分で選べるので、賞賛カウンターを減らしてからタップさせるようにすると、相手よりもタップするカードを2つ少なくできます。先ほど紹介した煙突と合わせると効果は抜群。煙突でパーマネントは消えるわ、何かしようにも絡みつく鉄線が邪魔をしてくるわと、どうにもならない状況になっちゃいます。続いては罠の橋。罠の橋は自分の手札の枚数より大きいパワーを持つクリーチャーは攻撃できないという効果を持つアーティファクト。つまり手札が1枚ならパワー2以上のクリーチャーは攻撃することができません。このカードは特にサイズの大きいクリーチャーで攻めるデッキに対して有効で、手札の数を調整すれば罠の橋を対処されない限り完封することも可能になります。手札消費の激しいデッキと相性が良く、攻撃せず直接プレイヤーに火力を投げつけるバーンデッキなどでよく採用されました。またモダンでは手札破壊を絡めながら、洞察のランタンで相手のデッキの一番上を見て危ないカードを全て遮本裁断機などで墓地に送るというランタンコントロールなどで活躍しました。攻撃だけが唯一の勝ち手段というデッキが大半を占めるため、罠の橋を破壊できなければ勝つことができず、
このカードを見るたびにうんざりだと目の敵にしている人も多いでしょう。というわけでいかがでしたでしょうか。嫌がらせカード5選。相手を苦しめるカードは自分で使うと楽しいですが、使われると非常に辛いものです。友達に嫌がらせしすぎて嫌われないように注意しましょう。皆さんもね、このカードに苦しめられたよっていう思い出がありましたら、ぜひコメントの方で教えてください。というわけで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。